アンドレ・テシネは、フランスの映画監督、脚本家。1943年3月13日、タルイ・コール・エイ・コール・ガロング県、バライ・コール・ダジャンで生まれた。高等映画学院を卒業後、1964年からの3年間、カイ・エデュ・シネマ市で、映画批評家として働いた。1965年、短編ドキュメンタリー、レオアゾー・アングレイを制作し、映画監督として、 活動を開始。1969年には、ビュル・オジエを主演に迎え、精神を病んだ女性を描いていた初の長編、サリユク・ポリーナ・ポーリーナ・ソンバを制作したが、映画祭出品後は、1975年まで、オクライリとなっていた。その後、舞台演出、助監督、脚本家として活動していたが、1975年のジャンヌ・モロー、 マリー・フランス・ピジエ共演で評判となったフランスでの思い出で監督として再び活動を本格化。以来、イザベル・アジャーニ、イザベル・ユペール、カトリーヌ・ドヌーブ、ジュリエット・ビノシュ、サンドリーヌ・ボネル、エマニュエル・ベアール、エロ・ディブ・シェーズ、キャロル・ブーケ、アデリ・エネルといったフランスを代表する女優たちを次々とヒロインにした意欲作を次々発表している。 1985年にランデブーで第38回カンヌ国際映画祭監督賞を受賞。1994年には野生の足でセザール賞作品賞、監督賞、脚本賞とルイデリュック賞を受賞した。ありがとうございます。